さまざまな活用方法に期待です。一見普通のワンボックスカーなんですが、中を見てみますと投票箱が設置されています。岐阜県可児市が先月から導入した公用車、今月30日投開票の市議選を前に、今日可児高校に移動式投票所として出動し、選挙権を持つ生徒27人が期日前投票を済ませました。直接来てくれるのは投票率も上がると思うので、高齢者の方とかは交通機関とか車がないと行くの大変かなって思うので、来てくれると投票しやすいなって思います。この車、投票所としてだけでなく災害時の移動医務室などとしても活用が見込まれます。